た道振り返る。これは自分が選んだ道、前を向き再び歩き始める。この道はどこまで続くのか、計り知れないけれど、遠く照らす光は確かに輝き続けている。今週も始まりましたクラブパルヘジア、はい、この番組はアーティスト北野由伸と、はい、南ゆりが
本日お越しいただいた素敵なゲストとともに皆さんに笑顔をハンドメイドする番組でございます。はい、はい、今週も、素敵な歌はもちろんのことたくさん楽しいコーナーご用意してますのでお時間許す限りごゆっくりしていってください。はい、それでは今週のゲストを紹介してください。はい、今週のゲストはシンガーソングライターの荒谷純平さんです。さあ、初登場。何の音これ？そうか。さっきからなんか変な音入ってたと思うな。初登場で純平くん、はい、来ていただきましたが、まあ、僕は六本木のライブでご一緒してるので、まあ、知ってますけども、まあ、ご覧になってる方は今日初めて見られる方がいらっしゃると思うので、まず自己紹介からいいですか？はい、お願いします。はい、ピアノ弾き語りで、ライブ活動を知っております。はい、荒谷俊平と申します。自己紹介ですね。出身などは？出身は、青森県五所川原市というところです。青森県五所川原市。五所川原市、立ちねぶたとかで有名ですね。ねぶた祭り、あの有名なねぶた祭り、立ちねぶた、五所川原はねぶたっていろんな種類があって、なんかねぶたかねぶたかもありますよね。座ってたり立ってたりみたいなんですけど、五所川原は立ちねぶた、上に掲げてる上のあの人が立ってるか座ってるか、そうなんだったり扇だったりとかいろんな種類なんですけど、五所川原はそのねぶたなんですね。ねぶたねぶたなんです、一番高いやつが僕の地元。じゃあもうそれには昔からその祭りには参加したり。あ、そうです。学校で作るので、高校とか中学校とか、作って、学年ごとに参加してはつって。一学年にこの一つっていうのが。いや、なんかそう3日くらい出るんですよ、学校で。それでその今日は1年生とか今日は2年生とか。ちょっと待って、これ何？気にしないでいい。すごいことになってる。何このアニメーション。大丈夫です。なんか皆さんこんばんは。おっつかないですけども、こんばんは。ありがとうございます。なるほど。ほんで、高校で出てきたのかな？大学で出てきたのかな？大学で、音楽大学、大学生なんですけど、はい、音楽大学に出てくるってことはもうその頃から高校からですか？活動を始めたのは。活動というか、目指したのは高校の頃で、クラリネットなんですけども。あ、高校の時からクラリネット。はい、吹奏楽部で、吹奏楽部で。それでじゃあ当初は弾き語りじゃなくてクラリネットで音楽しようと。いや、それもそれでですね、その文化祭とかでバンドやるんですけど。はい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 。それもありきで、ギターボーカルでやってたんですけど、ギターボーカル。そうなんですよ。それで、なんでかわかんないけど音大に行きたいっていうのがあって、僕の中で。おう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 。それで、なんでなんでしょうね。憧れてる人がいました。その人には、それは、プロの方とかじゃなくて。そう、プロ先輩さん。プロの方。いや、プロの。ちなみに、元ワンズの上杉翔吾っていうんですけど、当時も大好きなので、その人になりたくてしょうがなくて。なるほどな。この前の12月の、ね、紅白の時も後にワンズ歌ってくださった。はいはい、そうね。なりたくても、その人が影響された音楽とかも全部聴いても、なるほど、真似をして。でも、それになりたいだけだな。違う方に行こうっつって、クラリネット頑張るぞっつって、それが高校の時なんです。ほんで音大に行きました。はい、ほんで上京しました。ほんでこっち上京してきた後も、じゃあその吹奏楽オーケストラとかの活動をしていた。大学の授業でですけど。その時はじゃあ弾き語りはまだせず。あ、してないです。全然してないです。歌うことすらしてない。ほんまに。歌で弾き語りっていうきっかけは何かあったんですか？何なんですかね。その2年間ぐらいも本当に本気でクライネット頑張ってて、それでもうこれ以上だってぐらいもう
毎一日も何一日中もう学校を持って練習して日々 でそれでもなんか先が見えずに、うん、なんていうんですかね、こう人間こう合う合わないって あるじゃないですか、何でも、あの人と人にしても何でも、それで多分その合わなかったと思うんです、その環境というか僕なんか分かんないですけど、それで、うん、あのなんかこう曲ができてですね、そういうなことを考えながらやってたら、なんかいろんな、まあ、プライベートでもいろんなことがあって、まあ、その感情を全部出せるのがその、まあ、曲作りだったりして、それで曲ができたから、まあ、歌いたいぞってなって、うん、でそれでプラネット吹きながら歌えないですもんね。それは歌えないですよ、ね、でそれで一番手っ取り早くあの歌えるのは何かなって思って、あのピアノ弾き語りになって、ギターボーカルやってたのにギターじゃなくピアノしたんですか。今手元にギターがないし、うん、あのピアノだったらライブハウス行けば大体あるし、あそれが一番手っ取り早い、うん、大学にもピアノあったし、 ね、それで練習できるし、それが手っ取り早いってやって、それでバーンって歌って、あのあやっぱこっちこれやってそんな感じですね、運命の出会いですね。面白い。曲をじゃあいきなり作ったんや、カバーとかやらずに。まあそうですね、まあ、それが原因でじゃあ弾き語りに移った。はいはいはい。あの高校でそのバンドやってた時も、うん、あの曲オリジナルとか何数曲やってたりしたんで、うん、まあそれは今はやんないですけど、うん、じゃあもともとその弾き語り志向というか、その曲を作ってやりたいという願望があったんかな。あったんですよ。なるほど。そうやろね、今の話を聞いてる限りだと、そこからピアノの弾き語り、弾き語りに転向したっていうのは、なんか曲作るがあり、昨日なんか音楽活動やったかもしれないね。そうですね。ということは何か伝えたいことがあったというか、うん、伝えたいことというかね、なんかこう何かを変えたいとか、なんかそういう気持ちが強かったんかな。そうですね、何か変えたいし、やっぱりこう話してて気持ちとかうまく伝えられますし、うん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 、あの、あんま上手くないので、それでやっぱりそれステージだったらもう歌えばもうそれでもう OK なんで、うん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 、なるほど。それはこっちに出てきてから、上京してなんかそういう気持ちが一気に芽生えたというか。そうです、あのなんていうんですかね、うん、なんかこう地元にいた時っていうのは、うんうん、みんなとワイワイ誰とでも結構ひょうきんだったし、うんうん、でなんでかこうこっちに来てからはすごいこうあの自分がなんつうんですかね、うん、ネガティブ思考つうか、うんうん、あの閉じ込まりつうか、あんまりこう話せないつうか、そんな感じで、うんうんうん、でも地元帰って地元の仲間と会えばその時に戻れるし、何なんだろうなと思って。なるほどなるほど。そういうなんかのもありましたね、それであの歌書くことで。上京組はね、少なからずそういうのはありますよね、うん、東京って街に何かやっぱり感じたでしょ。そうですね、うん、全然違うしね、なんかそれは歌にももしかしたら繋がってきてるんかもしれないですけども、はい、なるほど。ほんでピアノ弾き語りをそれから始めて、もともとそれからずっと一人で、はい、一人で弾き語りをやられてる、一人でやってる、ずっと一人で。それで最初はからライブハウスで活動を始めた。はい、ライブハウス始めて歌いに行ったのがなんかオープンマイク。ああなるほど。でそこからまあブッキングで出るようになって、それちょこちょこいろんなライブハウス。ちなみに東京初めてやった箱は？アンコール渋谷。おお、アンコール渋谷。アコースティックな。うん。い結構あの僕何回か行ったことあんねんけど、何年か前にあのお店なんかちょっと変わったんでしょ？いや、その時は分かんないです、ね、僕行った時なんかすごいクラブっぽい感じがして。そうなんですか、ね、うん、昔はなんか結構有名でしょ、アンコール、はいはい、渋谷って結構出てる人が多いってみんな聞くけど、なんか変わったみたいでね、うん、かなり、あ俺はなんかどっちかというと弾き語りというよりクラブなんかなって思った感がありましたけど、今はもう完全アコースティックな感じですよね、あそこ、うん、うん、距離も近くて。へえ、渋谷アンコールか、うん、おーなるほど。最近はちょっと出てないんですけど、うん、ほうほうほう。じゃあそれからも、ライブハウスでの活動を
主体としてやってる、ちょくちょく路上やったりして、路上もやってる、うん、まあでも路上やっていろんなことがあってわーって、うん、それもいろんな、まあ、罵声浴びせられたりとか、ああなるほど、まあ、警察に止められたりとか、うん、ああはいはい、いろんなこと、ちなみに路上はどのあたり、あの新宿とか、まあ、水の口とかでもその時やってたんですけど、なるほどな、ああそうか、ああそうなんね、路上をやってんのかなって僕は思ったけどね、最初あの聞いた時に、いやあの、うん、ライブハウスでやっぱり最初マイク通してやってるじゃないですか、うんうんうん、それで、まあ、ちょっと路上もやってみようかなって時に、うんうん、まあ、僕やりたかったのが、うん、あのなんかやっぱり今あの路上やってる人たちってなんかこうみんなアンプ使うから、うん、僕は生音でやりたいぜっつって、うんうんうん、それでそこできる場所を探してそれが水の口とかでやってて、うん、その結構まあなんか天然リバーブみたいな、うん、あってことは何ピアノだけつないで、ピアノはあのアンプつないで、いやそのもう内蔵のスピーカーから、あ、あるんだ、それだけやってたんですよね。おー、なるほど。その時ですよね。うんうん、あと吉祥寺とか、うん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 、あの辺はもう気持ちよく天然リバーブっていう。おー、なるほどなるほど。へー、すぐ止められるんですけど。なるほどなるほど。それで歌ってたのが、あ、もっと、もう一個歌えるじゃんみたいなのがあって、うんうん、出せてなかったじゃん。あー、はいはい、あの、うん、自分の中の歌い方の話でね、あ、まあ、聞いてくれ、うんうん、聞いてくれっつって、うんうん、あの気張るじゃないですか、うん、そうやと、それで、まあ、すぐ声もガラガラになるし、なるほどなるほど、うん、それが大きかったです、ああそれでもう一個もう一段階あったんだな、なるほどね、路上で気づくものがあったんですね、うん、そうだね、なるほどね、一人ででもそうやって考えて路上に出てそうやって気づくっていうのはすごいことですね。路上はやっぱり僕もやってますけど、それは絶対にあると思います。箱で最終的に箱で歌うミュージシャンでもやっぱり路上経験しとくと、しかもその生でやるってことを経験しとくと、生のバランスを自分の中に持っとくとマイク使った時も分かるでしょ、自分の音程が、そうバランスがね狂ってるのがもう分かるし、結構ねこうライブハウスでやってると PA 次第になってきちゃったりするんだよね。でもその生のバランス自分で持ってる人っていうのはすごいどこ行ったって安定してるし、やっぱりその聞いてて心地いいですね。このぐらいの強さで弾いたらこのぐらいの声を出すっていうのがなんかこう聞いてて心地いいと言いますか。おお、なるほど。僕はまあそのライブでね一回あのご一緒した時にステージっていうのをしっかり見させてもらいましたけども、まあでもねあの何よりね聞いてもらった方があのいいかと思います。あのね、僕が今こうやって話してる雰囲気と聞いた時の雰囲気がね全然違うくて、僕の中でこういう人かなこういう人かなっていろいろ想像してたのが、まず年齢も若いっていうのもそうやけども、なんかちょっとそのいろいろ聞いていく前に皆さんにも一曲聞いていただこうかなと思うんですけども、早速、はい、富士山も早く聞きたいっていうか、ね、そうそうそう、あの僕が正直僕連れてきたんでね、あのおすすめですからハードル上げますけど僕ライブ見てあのうちの番組出てって誘ってきたんで、あのね言葉ない、一発でもちょっとね聞いてもらいたいんですよ、みんなに。お願いします。そうだそうだ、早く聞かせてくれと来てますからね。ちなみに俺小学校の頃青森県の五所川原の女の子と文通してたんです。はい、全くもっていらない情報ありがとうございます。いらない情報がない。ウーさんこんばんは。こんばんは。アウルさんこんばんは。こんばんは。そうです、僕のおすすめですからね。私もおすすめですよ。いい歌歌いますからぜひぜひ皆さん。あら、ODP48 さん、こんばんは、初めてですね。先ほどあのすごいアイコンがたくさん買った方が、ね、これはもうね行ってパッとなんか流れていく系ですね。なのでご紹介はしませんがありがとうございます。それでは新谷純平さんです、お願いします。お願いします。じゃあまず一人芝居という曲なんですけど、この曲はなんていうか、僕自分であの孤独を愛する歌を歌いとか自分でほざいてるんですけど、なんつうんですかね、
孤独っていうのは、まあ、僕は仲間もいるし、あのそういう意味で本当の孤独じゃないんだけども、あのその上で一人でいることも大切なんだ、孤独も必要なんだってことを言いたくて作った曲です。聴いてください。
何も言わせねえよ。早速1曲歌っていただきました。どうだったでしょうか皆さん。新井くんは今、いくつになるのかな。22です。22になるのね。僕もだからね、今のも、あ、竹田さんありがとうございます、こんばんは。今のも聞いてずっとね、なんかそう、クラリネットされてたっていう話やったけども、歌ってきてる人なんかなって思ったんですよね。まあ、その、歌うのは大好きで、その、まあ、実家の、お風呂だったりとか、まあ、部屋で、大音量で CD 流して、今日はこのアルバム全部歌うみたいな。やるな。それで、やるわ。やった、覚えてるわ、俺も。うわ、懐かしい。このアルバムとこのアルバム全曲歌うぞ。おー、懐かしいわ。そういうことをやってたんで。やってたな、俺も最初そうやったわ。歌う場所がなくてね。ああ懐かしい、それ今聞いて思い出すわ。なるほどな。でまあでもいろいろ考えてる人だなっていうのもね、同時に思います。歌聞いてて、歌い方聞いててもそうやし、声もそうだな、なんか僕はそういう風に感じます。なんかね、今日はちょっとアンケートをいただいてますけども、思い悩んで最近いろんなことに思い悩んで、まあ、心を休めるために実家青森の方に少し帰ってたという話やけども、これはちなみにどんなことについて。音楽じゃなくて、いや音楽、音楽について。難しいんですけどね、話すの、ちょっとつい先日1月にちょっと大きなライブがありまして、はいはいはい、それでまあ、勝ち抜けば赤坂ブリッツに行けるオーディションライブかな。そうなんですよ。それでまあその時すごい160人が集まったって、そのライブハウスにパンパンになって、うわーってこんな中で歌えたってことになったんですけど、まあそれで何て言うんですかね、僕が思ってるそのいいと思う音楽と一般的にその評価されるのってやっぱり全然違くてですね、なんていうんですかね、それでもどうしたらいいのかなみたいな、すごいその時もう絶対行くぜってもうそれしか考えてなくて、ここ数ヶ月くらいやってて、もうショックで、それでもう一番取れなかったのがショックだったし、まあそれでもまあ評価してくれる人はいるんですけど、それでどうしたらいいのかなって、この先このままだと絶対ダメだしって思って、ただやっぱり感情むき出しに今してるだけで、もうちょっと上を行かないと、歌にしても何にしてもって思って、それですかね。とかなっても、誰もが悩むでしょうね。そんなこと考えて、なんかもう誰とも、まあちょうどその時期が大学の卒業時期だっつもあって、2連チャンだったんですよ、2日連続で。まあそれでちょっとなんか胃が痛くなったりとか、そういうこともあって、でそれが終わった反動で、なんか人と会いたくないし、連絡も取りたくないし、携帯放置して、結構もう落ちたら落ちちゃうタイプだね。そうなんですよ、面倒くさいんですよ、ほんまに。それでああどうすかってなって、なるほどね、次回帰ってちょっと考えようかっ って、まあ、帰ったから特にどうだったってわけでもないんですけど、結局答えはまあ出ず。そうですね、なるほどな。すみません、なんか、いやいや、いや俺そういう話は好きというかさ、っていうかまあそれは経験するもんやと思うしね。そのどういうオーディションかって、僕まあこの言ったらあれやけど、失礼かもしれんけど、どういうオーディションか知らないけどね、オーディションっていうのはさ、結局こういう人が欲しいから開くわけでしょ。だからそれにそぐ人であれば受かるわけで、俺の考え方はね。だからその
そこで一番じゃなくても、その中で荒井くんのことをさ、すごいいいっていう人がおってさ、その人がいただけでも全然意味あったんじゃないのって思うやけど、むしろそれの方がね、はい、もちろん、あのかっこいいと思うしね。その時あの集客とかもあって、うん、もう集客したいんです、お願いしますって言って、うんうんうん、まあ、そういう大事な舞台ですよね、うんうん、そうには必ず来てくれるそういう仲間っていうか、ね、そういう人がいっぱいいたっていうのが嬉しかったし、まあ素晴らしい、すごいもちろん感謝してますし、あのただやっぱりちょっとどうしようかなって、まあ、なるほどね、考えちゃうんですよね。もう最後は必殺の開き直りしかないで思うけど、うん、あのさ、16日ライバルじゃないですか、なんかそれがなんかこう今までの荒谷純平の集大成、なんかそれから変わるみたいなことをちょっとブログで見たんですけど、それはそういう考え方とか、あのそうなんですよね、はい、ちょっと音楽自分こういうこれからこんな歌を歌いたいなっていうのはちょっとあって、ちょっと今曲に書いてるんですけど、あーってあの歌詞の感じとか、うん、あのまあ、歌い方にしても、あなんかちょっと最近ちょっとあの聴いてるアーティストがすごいナチュラルに、もう歌が語ってるんですよ、もうあの歌詞が語ってるっていう か、 なんかそんな歌をなんか歌いたくない、まあ、気まぐれなんだよ僕。ちなみにそのアーティストは、あ、うん、女性の熊木杏里さんっていう、熊木杏里さん日本人、はい、熊木杏里さん どれぐらいの年齢で、ちょうど30くらいで、日当たりの人、日当たりもやってたり、うん、まあ、フルコーラスつけてやる、まあ、ボーカルがメインですよね、あボーカルがメインでね、バックバンドもつけたりする、はいはい、あ初めて聞くな、まあ、前から大好きなんですけど、あの、この前新しい CD が出て、なるほど、すごい、その人も昔、うん、僕みたいに暗い歌を歌ってて、それは好きだったんですよなるほどな、なんですけど、まあそう、最近すごい前向きな歌とか歌うんですけど、それは響いてですね、すごい僕に、うん、ああなるほど、歌詞が来るな、あなるほどね、影響受けやすいんですよ、ね、でもそれはその方がいいと思うけど、アーティストやもんね、うん、うん、思いますよ。ウーさんもこう、ね、好きな悩みがいて、僕もさ結局は22の時悩んでたことで、今じゃあ今どうなるって言ったら、今は今で悩んでるしね。でも結局悩んでる人の方が絶対的に僕はいい歌を歌うと思うし、悩むってことは自分とそんだけ向き合うってことですからね、うん、だからそのね、本当に好きなだけ悩むがいいっていう、おいらは後がないっていうのはウーさんまだ若いですけどね全然この間お会いしたら全然若いですけどもでもね、その方が全然いいんじゃないかな。でもそういう歌を歌ってるなとは思います、うん、聞いた時に、はい、うん、自分と向き合ってる子だなっていうのもよく感じます。いやでもあれなんですね、今までは本当にもう自分がこう歌いたいんだ、うん、これを歌いたいんだってだけなんですよ、うんうんうん、じゃあもう少しこう客観的に見たいと思って、うん、あの自分の、うん、なんただこう自分がこの音域出せば気持ちいいんだとか、ここでビブラートかければ気持ちいいんだって、そういうのが強くてですね、まあ、あのどうすれば僕の一番いい声だとか、あのこの音域が、まあ、僕はあの歌っててそんなあのストレスの解消みたいなのできなくてもそこがいいんだみたいなのがちょっと分かってきたことがあって最近、ほう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 、そうだからそれを、葛藤ですな、はい、それは難しいですけどね。そうだね、うん、私初めてお会いしたのはそれもオーディション形式でライブやったんですけど、ね、すごいうわ好きって思って、やっぱり自分も歌ってるなっていうのがすごいあって、だから本当にあのアメリアで再会できてすごい嬉しくって、で16日のライブ行かせていただくんですけど、なんか新たな荒谷純平さんをこれから見れるっていうのですごい楽しみにしております。ありがとうございます。アウルさんも何度でも立ち上がればいい、私は年だから後がないので振り返らないみんな年押すな、みんな若いでしょまだそんな、みんなそんな、そんな何を言いますかそこをボソって言わない、それを一番今悩んでるのは、あの年取って誰に面倒見てもらうそこ
か。いやいや、でもね、すごい、その前にちゃんといいこと言ってくれ、ね、ほんまそうやと思います。ありがとうございます、うん、ね、若いっていうか、その、うん、ね、なんぼでも、うん、僕はそういうタイプですけどね。自分の性格も分かってるし、本当にもうこの、うん、この時、この時で悩む癖があって。あー、なるほどね。あの、結構あれやね、こんなこと言っちゃあれやけど、性格きついタイプでしょ。きついですかね。うん、まあ、なんかそんな気がする。あの、見た感じは優しそうやけど、あ、結構性格きついとかあんだろうなって。自分にストイックな感じですか。うん、まあ、え、人にもストイックやろ。あの、実は綺麗ないけど、実は綺麗、うん、それは分かる分かるそういう、まあ、言葉選びとかがなんかそういうのがあるね。でもそれはすごくいいことだと思います、うん、てか僕はそれがなんか出ちゃってるタイプやけど、そんぐらいでも、感情持ってなかったらなかなか歌歌ったって歌にも隠れちゃうと思うし、うん、人相一生きてるせいを考えたってしまう。おー、なんで関西弁になったんか分かんないですけど北野さんに伝えると、うん、いやー、これはでもね、先輩方もね、皆さんいいこと言いますよね。本当もう、僕はほんまも、僕は計画立てなくて悩んでもすぐ開き直るタイプやからすぐ行動しますけど、その分あの恥をたくさん書いたと思います、人より。でも恥書いた方が何がかっこええかっていうのがよく分かるというか、僕はそういう風に思いますよね。そういう意味では考えるよりも行動っていうのはいいと思う。賛成です、僕も。楽しくなる、それもありです、はい、あ、はい、でもそうだね、そういうことを考えつつも楽しむのが大事ね。そうですね、僕もね、それはなかなか難しい、これは。いや、僕、うん、音楽で、まあ、みんな楽しむとか、うん、楽しい感じとか、うん、僕あんまり実はそういう欲求ってなくてですね、うん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 、みんなで楽しもうよとか、うん、まあ、ライブでもこう、うんうん、はいはい、楽しもうぜみたいな、うん、そういう欲求が全くなくてですね。自分は自分自身自分が、まあ、うん、何かこう空気を共有したいっていう方が強くて楽しいというか。それはあれやね、笑うとかとは別やけど、それもまた楽しむよね。まあ、そう、そう、うん、そういうことだね。でも結局ね、そこがないと見てる人も絶対に楽しくないし、ね、それはで笑う、だから僕もそう思うのよ。盛り上がってこうぜ、パフパフパフってやるけど、うーんって思っちゃう時はほとんどやし、だからね、できる限り俺も手拍子っていうのも湧いてくるのがベストやね。そう、お願いしますっていうのは違いますね。そうそうそう、何かさ、そのきっかけが欲しいんやなっていう時は、じゃあこれこの曲ねって言って手拍子ねっていう感じで一言入れる時もあるけど、手拍子とかそういうのは湧いてくるのがベストであって、なんかもうさ、2番ぐらいになってこんななってるやん、最初のお願いしますって時は、ああいうのとか見たら余計嫌なんだほんま、それはあるよ。ね、でもね、その頃はその頃でさ、楽しませたいと思ってやってることやから、ダメだとも思わないし、いやいや、そう思わないんだけど、ただ自分がやるかどうかって言ったらやんないなって思うだけでね、うんうん、でもウーさん言うように、なんか我々ってさ、こういう歌歌いたいとか、そういう願望があるだけに深く突き詰めてさ、自分のそのしんどいのが表に出ちゃう時があったりしてさ、そういうのを見せずに、なんか それでもそこを楽しめるようななったら、それって大人やと思わん、はい、俺そういうの大人やなと思うよね。みんな絶対さ、ここにいてるスタッフもみんなそうやけど、悩んでるわけでさ、おのおの仕事でね。そんな中でもあんな下ネタ言えるやめよさんとかさ、そう、その時間違ってるから、間違った、悩みに気づかないタイプ、ま、ないやないやそんなことはないですよ。ただ選択肢にやらないっていうのもいるときにするみんな何やるのやろうとする、やらねよっていうのもいるときにする。なるほどね、やらないっていう。でもそう、それはすごいやっぱり、うん、そうなるとかっこいいですよね。そうですね、と僕は個人的なことをまた言ってしまいましたが、はい、いや、すみません、お悩み相談で。いや、いいんじゃないの、いいんじゃないのって俺が言うのもおかしいけどね。うちが言ったように、こうしなきゃいけない、ああしなきゃいけないという番組ではないので、ええ、うん、いたってこういう、もう僕はこういう話するの好きやし全然楽しいと思います。下ネタの屋根裏さんとメモよね、屋根裏さん、そこでもしかしたらストレスを発散してるかもしれないですね。いや、ストレスですね身を削って盛り上げなきゃいけないそうなの、そうなの
じゃあ言わなければ、ね、あの終わってからあのカメラいじりするのもあれも本当は心にストレスなんやけども、ね、みんなのためを思ってね、でそんなこと言うてますけど言うてますけど皆さんね、なんで私ハルさん4年前見とかないとお叱りがえこちら生で見てますから今日はいいもんね、へえ、諦めない楽しみができた、てか4年前まで関西にいたんやね、アオルさん、そうです、いや4年間、あ、4年間か、なるほどなるほど、なんでか、なるほどね、はぁ、あ、はぁはぁ、いろいろ悩んでます、じゃあちょっともう一個だけ聞きたいんですよ、はい、あのごめんなさいけど、もうこれもだ深くなるだろう話題ですけどもね、やっぱり持ってると思います、この答えを、自分にとって音楽とはっていう質問を振ってみたんですけども、ちょっと皆さんに、ぜひ聞かせてあげてくれますか、ああさっきそんな考えず、そんなあほんまに、うん、まあ、自分にとって音楽とはっていう、まあ、さっき北野さんが、うん、はい、メールが来て、ね、それメールを送ったんですけど、はい、考えて、表現の手段だとか、うん、生きる過程だとか、うん、いっぱいあるけども、うん、答えられない、答えられない、おそれがでもね、いいですね、そこは分かるっていうのもなんかおかしいけどね、答えられないっていう純粋やね、ほんまに荒井くんって、純粋やと思います、それだけに多分悩んだら悩むんだろうなと思うし、すごい自分をそこまで落とすんだろうなってのも思うし、でもそれだけに歌がなんていうの、そういう脆い歌だけに伝わるっていうの、なんかそういう歌の方がさ、こう守られてない分、言葉が飛んでくんだよね、うん、なんかそういうのはある、はい、うん、じゃあこの結構さ、例えて誰って分かれへんけど、大御所さんってさ、いろんな曲経験してもってさ、もうなんていうの、そういう人らがいろいろも悟ってね、経験した後の人らの歌っていうのはすごくいいんやけども、もうなんか囲まれちゃってて出来上がっちゃってる感じ、だから押してくんねんけど決して貫きはせへん、ありますよ ね、なんかこう、うん、向上心みたいな、うん、そうそうそういうのがある人に、例えばさ尾崎豊ってさ、死ぬ前が一番あもうすんごいとんがった歌だってんのね、はいはい、死ぬ前が、はい、うん、なんやろって思うよ、なんで死ぬのって思うけどその間際は一番すごい、なんていうの、なんとも言うやんね、あれはもう傷だらけなんやろうし、そういうのも分からんやけど、なんであんなボロボロやのにあんな強いのって思うぐらいぐさっと来るというか、なんかそういうのってもしかしたら僕もそういうことをやってるからかもしれんけど、でも普通に生活してる方も多分人間という中では同じように悩むわけで、多分一緒の感じ方するんじゃないかなと思うんですけども、なんかね、そうですね、ごめんなさい、酒の場合だね、ああね、答えられないっていうのは正直なことで、言葉でいいですよね、でも確かにね、それは思いますよ、いやそう、うん、本当メールを見て、うん、なんだろうなって、うん、そうパッとそれと送りましたね、あ、うん、なるほどね、そうだな、やっぱそれ分かってたら多分やってない、うん、おおおおおお、なるほどな、きっと、うん、言うけど、かっこよく、そうやね、うん、なんか人生のなんか生きる目標ですとか、うん、ああなるほど、まあ、それはそうなんだ、ね、あるある、確かにそうなんだよ、うん、それは分かってたな、うん、だって一緒に答えを探してるもんやからね、自分が迷ってる側のもんやからね、音楽って答えではないからね、それは思いますね、すごいね、ウーさんにも音楽にとって、あ違うのか、いろんな意味がありすぎて、ああなるほど、ね、あなるほど、ちょっとね、酒の席みたいになってきましたけども、クッキー片手に酒の席になってきましたけどもね、まあでもこうやって語るのもまあいいんじゃないでしょうか、ね、いろいろ持ってますしね、全然変わるな。変わるな、歌う時と変わるね、純平君ね、あそうですか、うん、全然そう、なんで方言出えへんの、いや、だから直してる感じ、変えられる、うん、
そうなんよ。喋れるんですか。だってそら出るよな、青森ってバリバリやん。いや、それ喋ってほしいって言われると喋、うん、りたくない。なるほどな。地元の友達と会ったらそれはそんなあるし、地元の友達の前で、あの、ね、この綺麗なことで喋りたくないし。おー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 、なるほどなるほど。でもよくそうなんですよ、あの大学入って、うん、青森なの、なまってるんで喋ってよ喋ってよって言われるじゃないですか。言われるんだよな。おー、そうだよな。そう言われると、そのね、ほんまあるよ。俺ら大学は知れへんけど、関西人やったらおもろいことしてみたいなこと言うあるやん。関西人やったらおもろいこと言えんのやろみたいな、言ってみろよ的な。な、あ、なんなんやろな、なんで、お前どこからもの言うてんねんって思えへん。すごい上からさ。ねえ、お前、でも、まあね、関西の人はでも強いですよね。これで行くぞっていうのが、もう絶対変えないぞみたいな意思があるじゃないですか。どうやろ、僕ら田舎者は。いや、僕多分個人的になんかそういう、でも僕は多分純平君が悩むとこまで行く前に開き直るのよ。別にいいやってなる。うん、それがでもあの、そっち、何がありますか。方言の話で。あ、方言の話だった。すごい戻った。なんかその、うん、絶対関西弁は直さ変でみたいな心でやってるんかっていう。そんなことを言うてたかな、今俺。そういう話でしたよね。そういうあの方言の流れ、一回さっきのは閉じて。たまに聞いてないんで。そうなっちゃうわけじゃないんだよ。そうだね。やっと分かった。そうだね、自分の都合のいい風に聞くんだろうね。ね、聞くんだろうね。こういうこと言ってほしいなっていう風に聞くんだろうね、この耳はさ。いやでも。でも、そうですよ。あの、求めてました。求めてたやろな。求めるタイプやねん。岡田さん、こんばんは。皆さん、こんばんは。奥さん、あー、お、おー、おー、聞いてくれてたんですね、さっきね。あー、いいじゃないですか。もう、そんな新井くん、いろいろね、まあ、あり、話しましたけども、どうですか。でもね、人間像は見えたんじゃないかなと思います。こういう方、またね、ほんで違うこともまあこの後聞いていきたいんですけども、やっぱりちょっと曲を、うん、皆さんにね、ドンと聴かしてみましょうか。はい、2曲2曲がっつりと、はい、ね、ライブの時間に移っていきたい。じゃあセッティングお願いします。やっぱり若い方ですね。ね、21歳あ、アスフェリックさん。あー、こんばんは。アイコンに見覚えがあるぞ。あ、本当ですか。うん、 FM 薩摩とかでもいるのかな。違うかな。こんばんは、ありがとうございます。パルフィジアは初めてじゃないか。初めてじゃないけど久しぶりなのかな。ありがとうございます。今からちょっとライブの時間に、ね、北野さん、みなみちゃん、関西人だから面白いんでしょみたいなのがありますけど、僕は面白くないです。みなみちゃんはなんぼでも面白い話が出てくるみたいですけども。ね、一発ギャグ100個ぐらい持ってる、言ってましたからね。持ってない。はい、それでは、はい、ライブに行きます。はい、荒谷純平さんです。お願いします。お願いします。じゃあ、この曲は、そう、今言ってた、ライブハウスで歌い始めた頃に歌った歌です。紫陽花という曲を聴いてください。
しまったの。明日になるのが怖くて、毎日怯えてた。僕が得意なことは愛想笑いだよ。じゃあもう一曲ですね僕はとにかくコーヒーが大好きなんですけども、その大好きなコーヒーと、なんていうか、この自分が今まで生きてきた人生が、コーヒー、僕ブラックで飲むのが好きなんですけども、最初からブラックで飲んでたわけじゃなくて、最初は砂糖もミルクも入れていたし、
それからだんだんあの砂糖も少なくなっていってミルクも入れなくなっていってブラックで飲むのが当たり前だっていう風になったんですけど、それが見事なんか自分の、まあ、まだ22年しか生きてないですけど重なって、できた歌です。ブラックコーヒーという歌を聴いてください。悪く
さに甘えちゃ生きてはいけない。あの頃はその憎み ライブにする人いないですけどね。すいません。個性ね。素晴らしいことだと思いますよ。じゃあコーナー行きましょうか。はい、ちょっとガラッと雰囲気変えちゃってごめんなさい。はい、どうぞどうぞ。はい、今週も、何でしたっけ。何でしたっけ。南ゆりのあれ？ん違うな。そう、あなたのことを知りたい。南ゆりのドキドキ心理テストコーナーです。あ。新井君、ギアを2つほど上げていただいてですね、お願いします。ちょっとガラッと変えちゃうんですけど、ね、そろそろサードぐらいに、ね、ひたすらローでね。前回なんですけどね。あ、前回やったの。大丈夫です。じゃあこの感じで、はい、行きましょう。私だけちょっとテンション高い感じで行かせていただきます。ミングさん、こんばんは。はい、新井純平さんの心を覗いちゃおうっていうコーナーなんで、ぜひ直感で答えてください。はい、はい、第1問。5人で写真を撮ります。どの位置で写真を撮られるのが好きですか。こちら4番。はい、3、4番。草野さん1番。1番。草野さん1番。はははは、草野さん1番。皆さん決めました。くーちゃんさん2番。1番多い。ちょ、違う、1番多い。おおおおおお、皆さんありがとうございます。答えていただいて、それではそろそろ答えの方、うん、答えというか、ゆりちゃんいきますね。ゆりちゃん隣。あ、そうか、私言わないといけない。正解。私4番か、私4番でした。え、それでやる。はい、早速ですが、この趣味テストではこう性格が分かります。まず1番、北野さん、ナナさんとアルさんも1番ですね。屋根裏さんもですね。1番選んだあなたは、社交的で面倒見がよく、みんなのためによく働くようですね。みんなはそんなあなたに何かあるごとにその役をお願いしようとしているのではないでしょうか。ほう、あなた自身もそのような環境に置かれることに悪い気がせず引き受けているでしょう。もともとそのようなことを進んで行うことに生きがいとはいかなくても誇りを持っているようです。決して出しゃばったりしないあなたは頼りにされています。めちゃめちゃいいこと言うてるやん。そうですね、1番とかね、今こういう。あー、なるほど。違うやろ。それで選んじゃダメですよ。じゃあミールさんも、あ、ミールさんは、ミールさん2番やったな。
アウルさん、ナナさん、あ、アウルさんもそう。2番いきますね。すいません、北野も気合い入れます。2番、あなたは比較的消極的で、はい、自分からは行動しないようです。誘われたら断りはしないけれど、ギリで参加してしまうというより断りにくいのでつい参加させられてしまうということが多いのではないでしょうか。物事をいろいろ考えすぎて決心がつかないことがしばしばありませんか。もしかしたら何事にも慎重すぎるのかもしれません。友達との付き合いはほどほどで、また感情を表に出さず分かりにくい性格のようです。2番はミールさん、ワリパパさん、タケトさん、うんうん、おそういう、うん、どうでしょうね。では3番いきます。真ん中ですね。3番あなたは社交的で、活動派、みんなを引っ張っていく中心的な性格です。周囲のみんなもそんなあなたを認めついてきているようです。分かりにくい。おそらくみんなのリーダー的な存在でしょう。おい、真ん中やからズバリって感じ。なるほどね。4番あららさん、単独行動が好きでないあなたは誰かと一緒にいることが多いようです。付き合いがいいのでみんなからも好かれているでしょう。自分から進んで何かをするより、与えられたことをみんなと一緒になって行う方が自分の性格に合っているようです。またくよくよしない性格です。全く違う。本当ですね、ごめんなさい。じゃあまず5番まで行きまして、5番、あなたは頑固者です。おそらく人の好き嫌いがはっきりしているでしょう。大変な努力家なのか、辛抱強いのか、粘り強いのでしょう。他の人からは多少変わっていると思われているかもしれませんが、うまきさん変わってると思う。何か一つのことに没頭したりすることがあるのではないでしょうか。また何か長期的な目標を立てて、それに向かってコツコツと努力するタイプです。というわけですが、なるほど、あらら純平さん、はい、当たってないと。あらららら、あらら、あらららら、批判するんです。あらららら、あの、その番組の前なんで、ちょっと急に心が乱れてた。そうなんかもしれないね。冷静じゃなかったの。あのパルヘジアの裏の情報ですけれども、逆らったあかん人がいてるっていう。もうスタッフも暗黙の了解になってますから、そこは。ちょっとここしろと言われたらしろっていうとこなんだけど。それが怖くてクッキーとかいっぱい買ってきて。そうそうそう。チョコレートもらっちゃって。屋根裏さん、屋根さん、それ言うときますけど、あの一個も手つけない。気に入ってない。お気に召されてない感じね。量じゃないのよ。そうそう。そんなことないです。そうか、そうです。単独行動が好きでないあなたは。単独行動が好きなんです。そうですよね。一人です。一人が好き。今ボソみたいな全然違う。ご実家に帰られた時は、うん、地元の友達とか。今回はあんまり。あ、そうですね。そうですね。正月とか行った時はみんなで集まってするんですけど、今回はあんまり。みんなで集まった時はどういう飲みに行ったりとか。すごいあの表現ですよ、その地元の。ぽい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 。あのお酒入ったらちょっとそういう感じになるのかな。そう、 そうですね、うん、ただ僕はあの忘年会の時も思ったもん、うん、お酒っていうか楽しい雰囲気、あ、雰囲気が、うん、全然そうなりますけど、うんうんうん、まあそこをどう、いつそういくかな。なるほどなるほど。基本は一人で、まあ一人は気楽やし、一人でちょっと行動しちゃうってな感じで。そうですね。あ、ウーさんも基本一人。へえ、そうなんだ。なるほどね、はい、はいはい、それでは当たらなかったですが、はい、2問目に行きます。はい、はい、2問目、熊のぬいぐるみが後ろを向いています。このぬいぐるみを正面から見るとどのような姿ですか。熊のぬいぐるみが後ろを向いている。 A、 ウインクしている。あ、 B、 ボールとバットを持っている。 C、 お花を持っている。 D、 サングラスをかけている。どうでしょう。あらやさんはどうですか。 C、 あらやさん C は花を持っている。北野さんは B、 ボールとバットを持っている。こんばんは。 C の方多いですね。一緒ですね。ミールさんも一緒か。天然やのにな。屋根裏さんウインク、タケットさん D、 ナナさん、アウルさん、タケットさん D、オイラム C、アウさんも一緒。うん、小倉さんなんか影になっちゃったけど。C が小文字になってる。ちょっとだけ C ってことか。ちなみに私は A を選びましたね。はい、は
い、それではいきます。この心理テストでは目二重人格度がわかります。二重人格の後ろ姿は人間の性の状態、性の静かな状態を表します。正面から見た姿を想像することで心に潜む二面性を探ることができます。まず A のウィンクを選んだあなた、あなたは二重人格度 0% です。素直な性格で二重人格ではありません。表裏がない、裏表がない性格です。というわけですね。なるほど、米村さんそうなんかな。じゃあもう元から変態ということですね。米村さんは、ね、包み隠さず変態という。二重まで言ってない。それでは B 選んだあなた、ロージョーバーさん、こんばんは。二重人格度 60% です。ボールとバットは誰かと遊びたいという願望を表します。人前で無理に明るく楽しそうに振る舞う傾向があります。心の中で沈んでたとしても頑張って明るくしようというタイプですね。あーなあ。では C、荒谷さん C ですね。C、二重人格度 30% です。お花は人から愛されたいという願望を表します。あなたは人前で無意識にいい子を演じる傾向があるものの、二重人格度は低めです。 D、選んだあなた、サングラス、二重人格度は 90% です。サングラスは本音を隠したいという願望を表します。本当は優しいのに本音とは逆に冷たい態度を取ったりするような典型的な二重人格ですというわけです。おまきじさんとわりパパさんが 90% ということです。そういう選び方はね、うん、なるほどってこともないですよね、うん、これもでもどうかな、純平君は。これはまあそんな感じですね。そんな感じします。 30% ぐらいでそんな感じします。ロージョーバードさん、こんばんは。今心理テストのコーナーをやっておりますので、よかったらロホさん、こんばんは。ロホさん、ありがとうございます。ぜひぜひ参加してくださいね。二重人格か、分かりにくくて二重人格、複雑な性格の持ち主。ワリパパさんと絡むの難しそうですけどね。だいぶね。全然違う性格を持ってる。二重人格な。二重人格ってこう心隠しちゃうみたいな感じですね。なるほど。ほう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 。はいはい。次行きましょうか。はい、はい、次行きましょう。3問目です。はい。あれ間違えた。はい、こっち、動物園からいたずら好きのクマが逃げ出しました、はい、簡単に捕獲できなかったのですが、いろんな方法でやっと捕まえることができました、うん、さて捕まえたその方法とは何でしょうか。 A、 網で捕獲した。 B、 動物園の飼育係が説得した。 C、 落とし穴を掘った。 D、 餌に睡眠薬を入れた。どうでしょう、荒谷さんは。 A ですね。 A、 網で捕獲した。クマやろ。クマです。え、クマ。クマ思ったんやけどさ、説得とか絶対無理やん。私ちなみにこれを選びました。絶対無理やんね。 B を選びましたよ。シャッていかれたら終わりやね。いや、なんか心を通じ合ってるから説得できるっていう、私は思いました。俺 D やわ。やっぱりそれが手っ取り早いでしょ。餌に睡眠薬を入れた。落とし穴とかそんなそんな書かれへん思うで、クマでも。ほら D。 あ、 D、 A、 あ、 A いてるわ、武田さん。割れてますね。 B、 B、 え、 B って説得？説得。嘘。あ、でも説得ですよね、私。思いましたよ。みんなクマですよ。説得なんて近づいた瞬間行かれますよ。ほら、クマと会話、クマと会話するミールさんですか。へえ、変わり者やと思ってましたけど。多分あれじゃないですか、現実的に見るか、現実的にか。なるほどな。はい、この問題ではあなたの異性へのアタックへの、え、あ、じゃあ、異性へのアタックの仕方がわかります。熊語でしゃべすか。アタックの仕方か。仕方です。まず A を選んだ荒谷さんですね。晩酌こんにゃん。あなたはまっすぐな人で、異性にアタックするときも単刀直入にアタックする人です。お、
そうなんや。B、あなたは異性にアタックするときは誰かに意見を聞いてから行動する人です。うまぎさん B で助けてもらう何か仕掛けを助けてもらうことなんですかね。うまぎさん C、あなたは少しずるい人でライバルの足を陰で引っ張りながら調子よくアタックする人です。 C 誰ですか C 誰ですか。ナナさん、ナナさん、あ、屋根裏さんですね。はい、屋根裏さんです。では D、はい、睡眠薬、北野さんですね、はい、あなたは本音ではアタックできないので調子のいいことを並べてアタックする人だからあー、調子のいいことですね。調子のいいこと、そうか。でもこれ C の方がひどいね今回ねいつものあのパターンじゃないね。D がそういうパターンが多いんですね、うん、多いね。そう、でもなんかすごい屋根裏さんが言うからさっきの問題とかもパーセントの並べ方を書いたんですよ。上げていかずに0、60、30、90した。あ、そうなんや、はい、なるほどな。0、30、60、90じゃないですか、今までやったら。あ、わざとそれを書いてるわけ。そうです、変えましたよ。あー、わー、してやがった。 A までは変えれなかった。おーこれだからランダムです。なるほどな。え、はい、うん、私これですか。私は説得です。説得だよね、やっぱり。でも、うん、説得、意見を聞いて、うん、でも相談するしますね、私は。アタックというか犯罪ですな。で、あれでしょ、クマに説得されちゃうんでしょ。どういうこと。言いたいのか分かるけど、わらゆくん、担当直入に、結構担当直入にアタックしますか。そうです、当たってますね。突然する。突然、普通に喋、あんまり友達みたいに喋ってなかった。いや、呼んで、うん、いきなり。そうか。全然接点なくてもいきなり行ったり。いや、あの、接点とかありますけど、うん、普通に友達とかで、うん、そういう意味ですね。うんうんうん、仲良くて、うん、突然。あ、やっぱり友達になって、仲良くなって、あ、じゃあ、好きになる子がそういう、やっぱり友達から入る子が多い。そうですね。そうなんやな、いきなり。ちょっとっ困らせる。あって、あって言うタイプですか。そうです、そうです。男らしいね。なるほど。だそうですよ。まっすぐな、そういうとこが、感じですか。プロセスなし。プロセスなし。D は楽しい。D は楽しいよっておかしいでしょうよ。なるほど、なるほど。当たってたでしょうかね。やっとこあるんでしょうな。どうですかね。ああ、どうですかね。どうでしょうかね。なるほど、はい、はい、どうでしょうかね、皆さん。というわけで、シミレストコーナーでした。当たってたでしょうかね。はい、シミレストコーナーでした。ありがとうございます。純平くんは、その、ちなみにさ、音楽以外で好きなことってあったりするわけ。なんかこう、行き詰まった時にこうしようとかさ。あ、映画くらいですね。映画は、映画館に行ってみるのが、家で見るのか。どっちも好き。あ、どっちも好きなの。どんな映画が好き。残酷な映画が好き。そうなんや。グロテスクなやつ。グロテスクって、まあ、代表的なのはね、あの、ピョークのやダンサーインザーク。ああいう、救われないのが好きですね。最後ガーなれてる。うわー、そうなんやな。あ、そういう、あの、グロテスクとかじゃなくて、なんか話が重いのが好きなんや。好きですね。なるほど。まあ、希望があるみたいな映画も好きですけど、なんかそういうところも変えていかなくちゃ。そういう、なんでこう、ここで、うん、あの、ハッピーエンドになっちまうんだみたいな。あ、そうなんや、そうなんや。ハッピーエンドやったらもうちょっとあれなんや、バッドエンド行けよみたいな。そういうとこ、それ直さなくちゃ。そうなんやね。結構映画、泣く映画、号泣するんで。泣く映画で。泣きますよ。あ、泣く。一人で泣いてます。結構でも、うん、そんな残酷なひねくれたのが好きだって言ってますけども、結構涙頂戴的な映画でもがっつり泣きます。泣くんやね。それはわかるわ。それは好き嫌いとかじゃなくて泣いちゃう。泣くね。
あのさ、くそーって感じで予告編とかで結構けえへん。いや、来ます、ね、見たくなっちゃいますよ、ね、予告編でな、うまく作れるんですね。ドラマとかさ、全然見てなくてたまに実家帰ってさ、1話だけ見て泣いてしまう時とかあります。なんなんとかお前全然知らんねんの。なんか、僕思うんですよ、うん、音楽と役者となんか全部合わさってただ話だけじゃ絶対泣かないじゃないですか。あ、そうだね。その時のタイミングで流れる音楽と役者の演技と、なんかいろんなものが息も涙誘いますよね。だからあの映画最初見て全然知らん、これ見ようって再生して始まった時のなんか感じとかなんか音楽とか、あ、泣くかもしれないなっていうのもありますよね。あれね、でも俺本編とか見たと思うんだけど、予告編ってほんまうまいこと作ってあると思う。そうなん、あの全然さ、こういうシーンでこのセリフが来んのやろなと思ってたら本編見たら全然違ったりするやん。あの音楽とかも全然違ったりするやん。逆に残念なパターン。そう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 俺は ここで来んのかなと思ってたけど全然違う。予告編で泣けるっていう意見もありますよね。予告編だけ泣けるっていうことなのかな。本編ではそうではない。本編でもガッチリ泣ける、うん、泣ける。うん、そっか。鼻水もどうしようもないですね。あ、映画館で泣いたらちょっとあれやな、困っちゃうね。しかもおじさんがなかなか困っちゃいますよね。変装してる、うん、ぐじゅぐじゅなってね。うん、たまにこう、あのクレヨンしんちゃんで泣きそうになってどうしようかなって劇場でやっべえって泣きそうしてどうしようみたいな。あるね。でも前の親もブスブス言い出して、ね、うん、あ、俺正常だった正常だった。あるある、あのありますよ。漫画はほんまに泣けることが多い。日本の漫画は結構泣けるあれ多いんじゃないかなと思うけど。うん、ドラえもんとかも本当一人で、なんか小さい頃とかに見てた記憶で、ああいうの見たなって思って、その時は全然だったのに最近借りてみると感動して、そう、また違うって見えましたね。なるほどな、うん、なんか経験とか出されてとか、あの時あの頃見たなっていうのとかが、なるほどね、重ねあるな。子供と動物が使われるのはやばいですね。ああ、確かにね。動物はかんわ。動物は絶対かん。ガメラでも泣いた。そう、ガメラ見に行った時。ガメラってどんなんかすらもう覚えてないな。ガメラバーサスなんとか。で、なんか。モスラ？子供と、なんか子供となんかガメラの話があって。あ、知らんわ。仲いいですね。あんま覚えてないけど、すごいやった。なんか、プロキュアオールスターズでも泣きます、うん、それ子供が見てるってことかな。一緒にいるんじゃないですかね。そうだろうな、大人で一人でそれチョイスはしやんやろな、きっと。そうで、私めっちゃすぐ泣くから、そのティッシュを2個とか持っていくんですよ。おう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 、で持って行ってこれは泣くやろうと思って見てたら、なんか意外に中な映画やって、あれせっかく2個持ってきたなんだろう。なるほどね。映画館で泣く、もう久しくないな、映画館で泣くのは。映画館がそんな、うわぁ、ないな。最近映画館に行った？行きました。行った？何を見た？あの、キリンの翼を見ました。キリンの翼、あ、え、あの東野圭吾。うわぁ、それ見たい思ってたよ。それを見たくて、行きましたね。面白かった、すごく面白かった、よかった。やばい、東野圭吾の小説は僕も好きですけども、いや、なんであんなにどんどんあんな話が思いつくのかって思いますよね、うん、あ、もうね全部パターンをね知り尽くしてる、あの人は。何なんだろうって、伏線の引き方とか。だってどんどん新作を出すじゃないですか、うん、すごいね。1回に2つとか、うん、マジでやばい、マジでやばい。長編とかね平気で書くからね。何なんだって思って。しかもその1個1個のさ、やり方がとんでもなく凝ってるやろ。そうなんですよ。で全部ね、多分あの人は知り尽くしてるよ、うん、思うわ。面白かったですね、うん。泣きの話でタンクリングすげえ盛り上がった。ねえ、ティッシュは箱ごとらないと鼻水持ちません。あ、ミールさんも何、花粉症ない？ペンギンの親子は泣けるぞ。いや、そうとも言うって言ってる。あ、
マリと子犬の物語予告編のあと2秒で分かります。分かる、マリと子犬は分かるけどな、すごいんですよね。ペンギン親子は泣ける。ペンギン親子、あー、あったな。ただのそうとも言う、メイクが崩れるから泣かれへん、我慢してしまう。ああそうなんやな。いやそれもうしょうがない。でも僕もそうで、映画館で号泣したことはないですね。家で一人で暗闇で見て泣かせやがってやつ。あーなるほど。で家で DVD で見てね。そうです。でもその方がね落ち着いて見れるでしょ。あのがっつり見れる。うん、くそーって泣かせやがって、酒飲みながらね、がっつり泣けるからいいですよね。映画館のあの雰囲気も好きなんやけど、映画館はね、お世話してますミユさんミユさんにね、お世話になってますよ。よくパパ、あの先週はお疲れさんでございました。ウーさんとあの初対面しまして。あ、よくパパと。そう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 。ウーさん、本当にあのありがとうございました。本当にそうそう、親父がね、親父がね、今の役者かね、普通にそうそう、遊びに来てる感じがね、そうそう、あのこの瞬間とこの間、あのこの間ね、一個教えたったんですよ。あのね、こうやって TL 流れてきた人にた、ほら、てるさんのこれ出たでしょ。その人に対しての返し方を教えたったんですよ。で今まではてるさん、てるさんお世話になってますって入れてたのを、この人のここ押したら リプレイとかできるから、やってみって言ったらこう覚えたんですよ。これすごいじゃん。ねえ、一個一個習得してるでしょこれ。犬の映画思いますね。マリモはセリフが一切ない。セリフが一切ない。あ、もう YouTube アップされてる。ありがとうございます。後でちょっと告知させていただきますね。ありがとうございます。みんな映画やっぱり みんなな。なんかあの、うん、見たことあります。本でその音楽ミュージシャンの本みたいなのがあるんですけど、よく読むんですけど、そういうなんかミュージシャンになるみたいな、うん、それで、映画を好きじゃなきゃダメだみたいなの書いてる。あ、そう。あれ、そうなんだ。へぇ、よかった、好きだ。なんだろう、うん、映画嫌いな人っておんのかな。嫌いな映画はあるけどさ、映画は…映画自体嫌いな人いないですよ、うん、ねえ、うん、だろうな。あれはだってそうでしょ。へぇ、なるほどね。何それは音楽の本。あ、友達からあの借りたんですけど、はい、タイトルがミュージシャンになる方法とか、なんだっけ、なりそうやな、うん、EMI か、なんか誰か書いてるんです。へぇ、あ、そうなの。借りて、これいいよって言ってみたんですけど、そこに、だいたい映画好きって聞くんだけど、俺は、うんうん、あったミュージシャンに、それで嫌いって言われたら、正直、あ、そうなんだって返すけども、がっかりするみたいな、そういうこと書いて、めちゃがっかりするってことですかね、映画で。映画はもう全てなんかこう、なんか詰まってるみたいな。でも俺はそれ言ったら、小説から感動する人の方が感受性豊かやと思う。そうですよね。うん、相手方もそう、書いてる人もそうやと思うし、読む人もそうやと思うわ。想像力、言葉だけで、そう、なんか今想像力って言ったらなんか変な、変なニュアンスがあったな。妄想じゃない、うん、何やろ。なんかあの、矢野さんが言ったら汚らわしい感じがまとわりついてしまうの、なんでやろ。妄想の方なんかその人は、映画、小説よりも映画なんだみたいなことを言ってたんですね。まあその人も関係ないです。なるほど。映画、うん、そういうこと。別に小説読まなくても映画を大好きだという人はなんかこう、うん、みたいなことを書いてました。なるほど。へえ。まあまあ違う見方がありますよね。ミルさん、何、今日は一人でカラオケに行きました。へえ、どんな歌ったんやろね。どんな歌ですかね、うん、小説はでも泣けるのはね、いっぱいありますね。僕も泣きます、小説でよく。うん、小説がね、僕ね、あの映画化してんのあんまり見たくないのよ。見たいって思ってしまうんやけど、結局その声の主とかその顔とかってもう全部その自分の中で出来上がってるわけよ。こういう声でとか、ここのシーンはこう言ってほしいとかさ、全然違ったりする時あるやん。
でそういうのでもがっかりしちゃう時は、あとあの僕よく帯で電車の中で次電車止まってもいいからとか、うんうん、泣きました感動しましたっていう帯に書いてる、うんうん、おーそうなんだって買うんですけど、わかるわかるわかる、あのねあれね書いたらあかんと思うわ、そっから見てしまうもん、そう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 、そっか見ちゃう、普通に多分開いたら結構感動すると思うんやけど、もうなんかもうね号泣しますとかさ、もう 何百人の人が泣きましたとかさよくあるけどさ、それ言っちゃうとそうやね、映画でもそうやけどさ、もううるうる泣いてるとこ CM で流れてさ、いざ行ってみたらどこやったんやろあの涙はとか思ったりするんやけど、歌見ても泣いてねえし、歌うのはミールさん、歌ったとセリーヌ・ディオン、ユキ、歌うのは自由ですからね、ミールさん、タイタニック歌うのかな、わお、あ、そうだよね、ほんまやね、聞いてみたいわ、今度じゃあの金曜日あのプリンのコーナーの前にタイタニック歌っていただいていいですかね、アカペラでね、そう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 、そう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 、旦那さんずっとこうやってこう出して旦那さん歌ってるミユさんこうやって抱えてる感じがいいんじゃない、なるほど、皆さん歌が好きでいいですね、まあでもあの表現をするっていうのはいいことですよね、だってノブさんなんかコロンコロンやってる、そうよね、よくね弾いてらっしゃる、映画が好きか、なるほどな、じゃあ休みの日とかはもう映画を見る、休みっていうか、うん、夜中ですね、まあ、夜中とかにね、空いてる時間に、小説、映画の頃はよ自分は良くない、ああそうだね、うん、あー、うん、あーなるほど、映画が見えてる、そうですよね、やっぱりあの何百ページもあるのをね、120分とかではなかなか省エネ、省エネじゃない、省略するじゃないですか、映画にするとね、あのカメラマンとか本当に役者によると思う、それによってはやっぱ感動するのもありましたけど、カラス、なぜ泣くのカラスはやばい、あーのぼさんどうしてその歌を今だったのか分からないよね、7つの子、あ、ほんまや、じゃあちょっとあの最後に1個あのまたちょっとアンケートから聞きたいんですけども、あ、うわ、2つ聞いたかったな、まあいいか、まず、座右の銘を聞かせていただきましょう、はい、はい、努力に勝る天才です、努力に勝る天才です、そうであってほしいっていう願いと、そうありたいっていう、そうだね、やっぱりその、まあ、さっき言った大学でも、うん、その音楽の中で最初やっぱり入学したてはやっぱり、うんうん、あの飛び抜けてる人とやっぱりちょっとみたいな人に分かれるんですけど、それがやっぱり4年間くらい経ってくるとやっぱり人一倍頑張ってた人がやっぱり全然違ってくんだ、あ、4年って長いもんね、頑張ってたもんなっていうのも分かるし、演奏を聞いても僕はもう途中であのダメなんちゃって音大生になっちゃった、おうおうおう、いやピアノの方がちょっと熱入れちゃってってこと、うん、でもそれすごいだから、うん、あの競争なんですよ、うんうん、あのその試験で何点だとか順位が何だとか、何位まではこのオーケストラ授業取れるとか、それで、まあ、そこにいる時は見えないん、うんうんうん、それで僕はあの日当たりやって、うん、気になったとすごい それ自身を、うん、自体をあの客観的に見れて、うん、ああそうか、あの人はこうだ、あの人はこれとかなんかそうすごい見えましたよ、ね、なるほどなるほど、でも確かにそうであってほしいね、うんうん、てかでもそうじゃないのかなとも思うけどね、そうだとは言えやんけど、まあまあ、うんうん、そうですね、でもね、やっぱりやってるもんね、うまいやつってね、なんだ、聞いてるとさ、なんてこと言えへんけどさ、いや、そんなことないよって言うけどさ、なんか、やってるとこ見てたらね、なんでも活動でもよくやってるし、やっぱり、長く歌ってんだろうなって、思う歌がうまいやつは長く歌ってんだろうなって、単純に。やっぱり、願望の、僕自身が、うん、そうなんだ、あの、できる、あの、パーってやったらできる人とできない人っていると思うんですけど、いる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 、その、それもいるね、あの、うん、なんていうか幼少期の環境とか、うん、そういうのが、うん、あ、そうなんですね、きっとそうなんです、あの小さい頃から、うん、まあ、
例えば英才教育みたいなの、うん、これ聞いて何ですか、うん、みたいな、うん、あのそういうのをやってると自然になんかできちゃうみたいな、弾けちゃうとか、応用が効くんかね、ある知識があるからと思うんですけど、感覚だけで、うんうんうん、とかそう、なんていうか、なるほどね、それ で僕はそういうバーってできない人なんで、考えてこうなんてやらないとできない人だから、うんうん、なるほどなるほど、うん、そうであってほしい、うん、でもさ、うん、そうやって覚えたのは忘れへんやろからね、うんうんうん、さっとできたらさっと忘れちゃうからね、それはそうの方がいいんじゃないかなと思いますけども、まあ、プラス思考ですけどね、それはでも結局はね、自分のためにやるしかないんじゃないですかね、人からそのどうのこうの言われる前にね、自分がなんかやんなきゃキースマンっていうのが僕はありますけど、多分ね、昔から詰め込まれてるものって同じものしかできないもん、ああなるほど、自分で努力してやったものってその人オリジナルになるから、うわちょっと今の好感度上がるんで、ちょっと今の忘れてもらっていいですか、ね、たまに出すの、ね、そうそう、いい屋根裏がね、たまに出てくるんですよ、屋根裏さん、そう好感度今のちょっと上がっちゃうから ね、ちょっとそういうのあのマイクちょっと塞いで言ってもらっていいですか、マイクそうそうそうだ、えおー、え、そうなの、え、中中の住居、違いますね、あ、違います、ミルさんと大学同じだったかもしれない、あ、そうなの、きっと違います、きっと違う、はい、僕は川崎の大学です、って言えばきっと分かるんじゃないですか、ね、あ、そうなんや、うん、あ、川崎近いよね、川崎近いですよ、南部線なんで、あ、ほんまに、なるほどな、あ、ほんで溝の口とかも行ってた、そうです、なるほどなるほど、へえ、違う、ミルさんが大学の頃ものすごい近くに住んでたって話になる、あ、そうなんや、じゃあ最後にちょっとあのチャレンジしたいこと、これから、はい、そういうのをちょっと、はい、うん、はい、ドーンと思い言ってもらって、うん、そう、こうメールで送ったのは、うん、あの自分の感情だけじゃなくて、うん、伝えたいってだけじゃなくて、うん、伝えられるようなもっとシェアを広くして、うん、自分を客観視して歌を歌う、そうっていうのは、まあ、さっきも言った音楽を変えたいっていうことなんですけど、なんかその自分自身人間としても洗練させていきたいっていう感じですね、 それもそうですね、だからちょっとあの去年とかすごいライブしていたんですけど、僕の中では、うん、月に多い時は、まあ、7本とかライブ始めてる時があって、うん、まあちょっとそうですね、あの音楽的にもちょっと置こうかなと、曲作り、なるほど、ちょっと人間的にちゃんとしたりとか、あ、うんうん、あでも見つめ直すって大事ですね、そうです ね、 そうですね、まあ音楽するにしろしないにしろ人間を洗練させるというのはまず間違いじゃないでしょうね、うんうん、ほんでそれがもろに出るタイプの歌を歌ってると思いますね、僕は聴いてる限り、いやもうそういう効果を期待ということでね、これからの新井純平君もまだ若いですからね、本当に大学卒業してこれから、あ、そう、卒業を無事にされたと、はい、おめでとうございます、まあこれからじゃあね、もうまたあの新たな活動も増えたりもするでしょうし、まあまあ、まあ、後々楽しみな、ミュージシャンですね、まだちょっと次回もね、まず呼びたいと思うんですけども、はい、じゃあもうちょっと最後に、1曲またライブを皆さんにお届けしたいと思うわけなんですよ、大丈夫でしょうか、僕ですか、もちろんでしょう、そうなんです、あなた以外どこにゲスト今日いてるんですか、あ、ね、もうこれで終わりだと思って、いや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 、ちょっと終わりみたいなこと言ってしまいましたよね、トークがね、いやいや、まあ、あのここからライブして、ほんで告知ね最後にして、まあ、終わるわけなんですけど、最後にちょっとライブをね聞かしましょうよ、ほんで新井君歌ってから僕もあの1曲歌してもらうんで、ちょっといい歌聞かしましょうか、はい、ね、じゃあセッティングお願いします、お願いします、おい、ん？どれでも。女を知るとテルちゃんみたいに太っ腹になれるよ。ノボさん。あら、ノボさん、そんなこと知ってたんですね。教えて。テルさんの過去。教えて。教えてって。教えて。
い、大丈夫でしょうか。はい、荒谷純平さんです。お願いします。お願いします。じゃあ最後に一曲、心雨という曲を聴いてください。
づきだよ。ありがとうございます。荒井純平君です。お願いします。ありがとうございます。先ほどちょっとお話しした3月16日のライブなんですけど、ライブの時は応募への奏者とコラボするんです。そうなんですよ、はい、その方は大学の方ですか？大学の同級生で、ね、しかも地元が一緒なんですよね。中学一緒で。あ、そうなんですね。それでたまたま大学で、たまたま大学で、高校は別々だったんですけど、はいはい、それで大学一緒になって、面白い、まあ、で一緒にやってみようって感じで。それは荒谷さんのオリジナルで、オリジナルを、まあ、覚えとピアノと歌でちょっとアレンジして。あ、素敵や。面白いね。そうですね。それで2曲演奏しようと思っているので、はい、あと一緒にやるのが2曲。そうですね、まあ、あとは弾き語り、あともう僕の好みの、はい、バンドだったり、はい、アーティストを、あ、そうですね、集めて、本当僕好みだなと思いますね、色が。今でも僕は
上から見たところのアスファルトは硬くなくて人一人の重さで簡単にひび割れてしまった。地面に頬塗りをして聞く足音は変わらずに流れ僕をなぞる16日に、はい、金曜日、今週金曜日ですね、はい、代官山の窓というアコースティックのライブハウスと僕 の, あの企画、初企画イベントを、開催、うん、します、はい、で僕のもう好きなアーティスト、バンド、ユニット集めて、まあ、最後にあのちょその日はさっきも言ったようにあのオーボエのサポートを迎えて、やります。計何組ぐらい？計僕も入れて5組ですよね。6時半スタートで弾き語りだけじゃなくていろんなだけじゃなくてユニットもユニットあったりとかちょっとバンド編成みたいな。バンド編成っていうか、まあ、アコースティックアコースティックのですけども、いや結構さまざまなスタイルで。そうですね。うん、純平君も違う楽器を入れてサポート入れて、はい、オーボエ、オーボエ入れて、おお、なかなかないね。なかなかないね。それはないね。面白いな。おお、面白いね。覚えてた管楽器の低いやつかな、ね、いや、高い高いやつ、うん、ちっちゃいですね。あ、ちっちゃいんよ。あ、ちっちゃいっていうか、ね、どの楽器っていうのが俺はちっちゃいっていうか、うん、まあ細長いわ。クライネットよりもちょっと結構高い音が出る、音程が出る。そう、まあ、うん、高い、まあ、中音域くらいですかね。なるほどな、うん、まあでも面白そうですね、はい、うん、合うんじゃないかな、いや、すごい何回かリハやってるんですけど、あ、こいつはいいわって。いや、もういい。おー、なるほど。曲にぴったり、大声の音がぴったり、特に暗い曲にぴったりなので楽しみです。なるほど。そうですね、縦2枚リードです。2枚リード、あの、よくあのトランペットとか、うん、あのマウスピースって口吹く、うんうん、あるじゃないですか、大声の場合はそれがなくて、あのリードってあの木のあるんですけど、うん、そう、とかクライネットにもつけるんですけど、オーボエはそれを直で吹くんですよ。2枚になってて、そうなんですよ、2枚、オーボエは2枚リード楽器。ミルさん詳しいですね。あー、木管楽器ね、リードを使います。おー、2枚がつけるってことは震えるのが、そうなんですよ、はい、だからそこ直で、なるんですよね。ただリードだけ吹いて吹いても、あ、あの、そう、作戦もさ、そうや、そうや、ミールさん作戦もや、そうや。ミールさんほんま分からんよな。どんな人なんやろと思う。ね、見た目に騙されちゃいけない。テルさんが言いました。見た目に騙されちゃいけないと。
屋根裏さんは黙っております今のところ、ライブ告知は以上ですか。そうですね。それは、うん、あれかな、オープンスタートとかはもうオープンスタートは、うん、6時オープン、6時半スタート、うん、6時半、なるほど、はいはい、じゃあその残りは、ブログと か, なんかホームページで、はいはい、ぜひぜひチェックということで、あら、リュンペイで検索したら、はい、出てきます。なるほど、おお、なるほど、なるほど、以上ですか。CD もあったね、確かに。あ、CD、あ、これはレコ初ライブなんですね。あ、そうだ、そうだ、はい、そうですね、そうですね、あの、これが、ここにあるのが、この目って、ね、人間は悩むことを選んだという、うん、これは1枚目のデモ、デモなんですよ。なるほど、質素な、質素なジャケット。それは何曲入りの。5曲入り、5曲入り。これの、まあ、うん、まあ、第2弾みたいな感じで、うんうん、これ5曲入りおいくらで。500円、500円で発売する。これはじゃあ次が 4曲入りで500円なるほど、その日から、まあ、その日で発売ってこと。なるほどね、はいはい、それはじゃあライブで手売りで販売してる。そうです、手売りで、はい、はい、ぜひ皆さん、あのライブに行ってお買い求めてくださいということで、ぜひとも、ね、じゃあホームページがあるんかな、ゆめくん。じゃあそちらの方を、ご覧になって、検索してご覧になって、まあ、ライブの方にぜひぜひ。今ね、アメブロもあって、アメブロのホームページ。あ、アメブロもやってます。あ、あります、あります。はい。じゃあぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ次、みなみちゃんどうぞ。はい、前回言ってた4月1日のライブなんですけど、ちょっとだけ詳細出まして、場所は亀戸柳というところです。6時半からのイベントで、またお芝居とかトークショーとか音楽とかいろいろイベントに、出させていただきます。よかったら来てみてください。あと、3月24、25の日なんですけど、すごい地元なんですが、うちの大学のある駅、大岡山の、桜祭りというお祭りがあります。そこで、土曜も日曜も歌わせてもらいます。もちろん無料なので、よかったらぜひぜひ遊びに来てみてください。以上です。はい、お願いします。僕が1件だけライブ告知があります。今月25日、以前モスリンさんの紹介で出た、ハライチアースカフェアゲオさん、これが大宮からニューシャトルっていう電車に乗る、ちょっと離れたところなんですけども、すごくおしゃれなレストランで、料理も美味しいところです。そちらでですね、6時から、6時オープン、6時半スタートで、これがノーチャージです。ワンドリンク500円でもうライブも聞けるという、オーナーさんが、まあ、ワンドリンクからライブを楽しんでもらおうと、そういう考えをしている方で、とても素敵な方です。その思いやりライブですね。それで僕ともう一方、土方さんというこの人初めて会うんですけども、2人で45分ステージでやります、ライブの後は、寒暖タイムということで、よかったら皆さんね、チャージ代浮いてますんで、料理でも食べてみてくださいということで、とてもいい、お店ですので、そちらの方よかったらお越しください。僕のホームページ、もしくはブログでもまた告知を出しますので、ぜひチェックしてみてください。で、ここに忘れましたけども、 CD が、僕ありまして、花はただ咲くという、アルバムを出しております。こちらはですね、6曲入り、1500円になっております。ストリートライブパシッということでね、逆、こちらです、販売しております。ストリートライブでも、手売りで買えるようになっておりますが、ネットの方でも買えます。北野義則で検索していただくとホームページ出ますので、そちらでぜひぜひ検索ください。それと、そうそう、先週末に和歌山で、凱旋ライブ、レコ発凱旋ライブ第3弾を、やってきたんですけども、ワンマンライブやってきたんですけども、そちらに、この番組で知り合ったウーさん、この猫のアイコンのこのウーさんね、今出してくれてますけども、うん、ウーさんが、映像を撮ってくれまして、 YouTube に、全ての曲が、全ての曲じゃないわ、ラストアンコール前の最後の曲だけ僕生音で
歌ったんですけども、それだけあのちょっとあのうまく取れなくて、それだけは省いてますが、残り12曲すべて、YouTube でアップします。よかったら、見てみてください。とても綺麗な音と画像になっておりますので、ウーさんありがとうございます。お世話になりました。ありがとうございます。大事に使わせていただきますので、はい、ということです。皆さんありがとうございます。はい、2時間今日もやりましたけども、初登場新井君どうでしたか。はい、僕としてはあの言いたいことばっかり言ってそう、ちょっとでもね、なんかね、暗い印象ですか。いやでもあのいいんじゃないですかね。あのすごく人となりも見えたと思いますし、あのね、あの楽しいお話はまたじゃあ次回ということで、ね、あのそうですね、こちらの方もねあると思います。もしかしたら僕も明るくなってる。おお、次来たら悩んじゃって何してんだけどね全然別人になっちゃったけどね適当とか言ってねね、座右の銘適当とか言わないじゃん座右の銘でいやいやでもいいんじゃないでしょうか。たまにはこうやって本当にあの音楽本当に好きなんだなっていうのもよく見えたし、あのすごいみんなもいろんなこと書き込んでくれてましたんでね、はい、あの何より僕がいろいろと聞けて楽しかったです。楽しかったです。はい、じゃあまあまあ次回もね本当にお暇な時にまた遊びに来てくださいということで、はい、普段の活動も頑張って、はい、はい、またまたちょっとねいい歌聞かせてもらおうと思っております。じゃあ最後に、エンディングのポーズを、じゃあ神田国長いいんですか。あ、神田国長じゃあしてください。そうそうそう、忘れてましたね。すごい今ドキドキが来てる。あ、そうかそうか。そうだそうだ。山田さん。今日はあの一回も呼吸せんと最後までスラスラ行くらしいですから。はい、クラブパルシジア毎週火曜日夜8時から、西武新宿線代々木駅。南口徒歩すぐのチャイナスクエア、てか呼びすぎじゃないですかチャイナスクエアにて配信しております。噛んだら夜で、観覧無料です。ワンドリンク500円、噛んだら最初からちょっとあなたの心に笑顔をお届けする素敵な番組です。もしお近くにお立ち寄りの際は気軽に遊びに来てください。お願いしますはい、ね、はい、ね、まあまあまあ、今のカメラいじったらテルさんですけどねアップすぎですよ、ほらもう誰もそんな後見たくないですよはいはい、観覧告知もね悲しくないからやめてください。もう言えた観覧告知で拍手をもらえるなんてね素敵な温かいお客さんですよ、ね、温かい視聴者でございます、ね、まあ、今日は本当にもうねまた2時間10分ほど伸びてしまいましたが、うんうん、まあ、ちょっとねたっぷりと放送しまして、じゃ最後にですね締めのポーズがあるのでぜひぜひちょっと説明、はい、マルヘイヤのポーズがありまして、右手が棒で左手輪っか作ってピーを作ります。で私が、来週もクラブパルヘジアって出すので、パルヘジアって出してください。わかりました。はい、どれやるってあれかな、まあ、あの子だね、これ、うん、はい、では皆さん、今日のピエロの皆さんありがとうございました。ありがとうございます、はい、それでは来週もクラブパルヘジア、どうもありがとうございました。今週のゲストは新井純平君でした。大きな拍手。来週は美穂ちゃん、やんね、おらー、皆さんお元気でありがとうございます。笑いたい時笑う、笑いたいように笑う、そんな単純なことなのにも簡単じゃない。真っ暗な部屋について電気の代わりにパソコンをつけろ。火曜日の夜クラブパルヘジア、クラブパルヘジア、笑顔を見つけよう、オリジナルの笑顔をハンドメイドしてくれ、クラブパルヘジア、クラブパルヘジア、オリジナルの笑顔、僕だけの笑顔を見つけよう。
見つけよう見つけよう見つけよう